公益財団法人ブルーシーグリーンランド財団は、青い海と緑の大地を活動の場として、海洋性レクリエーションをはじめとする自然体験活動などを通じて、時代を担う青少年の健全育成と、幼児から高齢者までの心と体の健康づくりを推進することを目的に設立された公益財団法人。元国土交通省所管。 B&G 海洋センター体育館、地域海洋センターに掲げられている水六くん会長は、北海道滝川市の市長である、前田康吉。1973年に、モーターボート競争法制定20周年を記念して、青少年の心身の育成を目的として、設立される。協定事業の収益金により、海洋生レクリエーションや健康づくりの施設として、 B&G 海洋センターを全国480市町村に建設した B&G 海洋センターは体育館、プール、帝国の施設で構成されており完成して3年後には建設地の地方公共団体に無償で譲渡されている海洋センターは自治体の公共施設となっているため各海洋センターによって運営方法が異なっている B&G 海洋センターには B&G 海洋性レクリエーション指導員が配置されている。また、海洋性レクリエーションを楽しめる組織として B&G 海洋クラブが全国に281カ所ある。水難事故防止を目的とした水辺の安全教室の普及に力を入れており、水泳授業の安全学習として取り入れる小学校が都内を中心に増えている。 財団の命名者は、イギリスのエディンバラ公とされる。統一教会の教えを日本に宣教した元信者、西川雅るによれば、当時日本船舶振興会会長であった、笹川良一は、日本の統一教会の青年男女を指導していた、西川に、日本国民の再教育のために、B&G 財団の運営を任せようと話を持ちかけ、100万円の活動資金を渡したが、 横槍が入ったためやむなく辞退したという。B&G 海洋センター帝コ B&G 海洋センタープール体育館、プール、帝コからなる公共のスポーツ施設。協定の特別協賛競争及び特別競争の収益金を財源として1976年から2000年までに建設された。海洋センターという名称から海辺に近いところにあるように思えるが、 実際は山の中にも設置されている。建設は B&G 財団が官報などに募集要項を掲載。地方公共団体が申請し、現地の調査や諮問委員会などを経て選定された。第1号海洋センターは1977年にオープンした三重県大台町 B&G 海洋センター。 B&G 海洋センターの建設数は480箇所だが、平成の大合併や過疎などの理由から9箇所が廃止となり、現在の海洋センター数は471箇所となっている。海洋センター建設地の選定にあたっては、自治体の財政状況も考慮されていたため、財政が豊かだった東京都と神奈川県には建設されていない。施設は建設から三年後に、 地元自治体に無償で譲渡されており、運営は各地の自治体が行っている。そのため、料金体系や活動内容は各海洋センターで異なっている。B&G 財団は各地の海洋センターを運営してはいないが、海洋センターを運営する指導者の要請を行っている。なお、定国が設置されている海洋センターでは、ヨットや カヌーなどの海洋スポーツを手頃な公共料金で体験することができる。ありがとうございます。